いやー、ようやく治りました。読み上げソフト。読み上げるテキストが一行ごとに、ザー、という雑音に置き換わり、どうにも解決できないかと思われて、BGM だけで逃げること2回。句読点の間隔時間を変更することで解決するに至りました。そもそもそんな設定があることすら覚えていなかったし、そこの設定を触ったわけでもないのに。なぜ今回の現象が起きたのかは謎なままですが、ようやく今までのスタイルで動画が作れるようになって、ほっと一安心です。一方で一安心できないのがアキレス腱の状況です。6月にアップで時間と体力を使うことで、力感を強めた動きができるようになったんですが、それはあくまでもアキレス腱の痛みが感じられなかっただけ。しっかりアキレス腱へのダメージは入り続けていたのです。一月も経たないうちに痛みを受け止める器は飽和状態に達し、6月末からは身も心も陸上を忘れたくなっていました。動画の撮影はもちろん、編集も気持ちが追いつかなくなり、だましだましの練習で繋いでいた7月でした。とはいえ、エントリーをしてしまっていた大会が、7月末に控えていたので、何してるんだろう、と自問自答しながら、悶々とした日々を過ごしていました。そんな7月6日のお品書きです。ハードルドリルや400メートルは控えてかなり抑え気味に、力感はかなり抑え気味というより弱気でした。痛みに耐えきれないのと、右足なので切れるわけにいかないなと。若い頃切れたのは左足だったので、なんだかんだ車の運転もできたし、私生活もそれほど困らなかったんですが、右足をやってしまうと、そうもいかなくなりますからね。それは恐怖でしかありません。はい、7月の練習は文字に起こすと同じメニューでも、一つ一つ、一歩一歩の力感が違うので、どれをとっても6月のトレーニングと比べると、本来大会前に力感を落とすってありえないんですけどね。背に腹は変えられないってことで、120メートル階調走を2本走りましたが、力感を落とした階調走はなんだかなーって感じです。この日、練習の合間に厚底シューズ談義をしてました。以前、厚底シューズの優しさに惹かれて、ワークマンの厚底シューズを履いていた時期があるんですが、どうにもあの設置のタイミングがずれる感覚になれず、うまく走ることができませんでした。しっかり乗り込めば大きな反発をもらうことができるのは、理屈的に理解できるのですが、不器用すぎて使いこなすことができませんでした。スパイクに関してもノブが調達してくる厚底を、何種類か試走させてもらいましたが、どれもしっくりこないというか走れる気がしない。慣れないシューズに振り回されるくらいなら、従来の薄底でトレーニングした方が良いと判断しました。ただ、厚底の方がアキレス腱に優しいことは明確です。ここまでアキレス腱の状態が悪化してくると、設置のタイミングのズレにこだわっているよりも、1年でも2年でもかけて厚底の設置に慣れていった方が、これからの競技人生のためになるのかもしれないと考えるわけです。ただ、タイミングのズレは筋ダメージも大きいので、厚底が確実に安泰というわけにはいかないんですよね。そういったことも踏まえながら、じっくり考えて後悔のない選択をし続けていきたいと思います。次々いきます。7月10日水曜日の、個人練習です。この日は仕事帰りの練習で、競技場の使用時間も19時までと限られた中での練習のため、7月としては初めての400メートル3本のアップです。ペースは気持ち早めの75秒で、つなぎは200メートルのウォークにしました。メインが使えなかったことと、小ぶりとはいえ雨が降っていたこともあり、ハードルドリルは割愛しています。休憩も取らずに流しまでぶっ通しだったんですが、蒸し暑かった割には疲弊せずに体を動かせたと思います。メインは200メートルプラス100メートル。タイムは26秒5、13秒4と平凡ですが、アキレス腱痛のことを考えれば、これ以上は無理できないかなと。月末に大会を控えているとは思えないタイムですが、ここはぐっと我慢ですね。アップの中でスタンディングスタートから、そのままフロートで流しに入る流れで、人生初めての経験をしました。なんとダッシュしている最中に意識が飛びかけたんです。ダッシュが終わった瞬間に、フラッと立ちくらむことはたびたびあったんですが、ダッシュしている最中から力が入らなくなり、体をコントロールできなくなったのは初めての経験でした。スタートから頭を上げ切る前の15メートルくらい走ったところで、ふわふわっと力が入らなくなり、腰が砕けたような、感覚がないような状態に。慌ててスピードを抑えて止まったものの、もう少し遅かったらそのまま転がっていたと思います。
危ないのでもう二度と経験したくはないんですが、スタートダッシュが素晴らしすぎて、自らの意識をスタートラインに置いてきてしまったんだと、良い方に捉えておくことにします。続いてその週末13日の練習とお品書きです。セーブ力値が使えなかったのでコミコミの朝の試合を避けて、昼からの練習って連絡が回ってきていたんですが、バタバタしていたら遅刻しました。まあ、5から10分なんて大したことないわって思いつつ競技場へ入ったんですが、誰もいない。慌てて時間と場所を確認すると、なんとびっくり1時間早く来ているポンコツ魔人なのでした。持て余した時間を有効に使うために始めたのが、おなじみ 400m のゆっくり走です。遅刻していたはずが50分の早で出勤。ぼーっと待っているなんてもったいない時間の使い方はできません。85秒から始めて、5秒ずつビルドアップして75秒まで。水曜日が 200m ウォークつなぎでいけたので、調子に乗ってこの日もウォークでつなぎました。少しずつではあるものの、持久力がついてきたかもです。疲労感はかなりのものなので、この後強度を上げた練習にならないのが本末転倒ですが、アラフィフのおっさんにはこのくらいの練習が、ちょうど良いのかと自分に言い聞かせてみたり、ただ、流しをしているあたりから、ちょいと風向きが変わってきました。もちろんリアルな風向きではなく、アキレス腱のご機嫌の方ですが、ピリピリ、ズキズキ痛み出して、スパイク流しで本気を出してきたので練習ストップです。このあたりからアキレス腱の制御が効かなくなってきました。合わせて股関節の違和感も出てきたので、無理せず補強のみに切り替えて練習終了です。年齢のことも考えるとガツガツ行くのは控えました。そんなこんなで動画撮影すらも気が進まなくなるアキレス腱の状況です。週末アスリートやめますなんて動画を作りつつ、水曜日の練習を増やしただけで練習量に負ける体です。そう、アキレス腱がかなりの末期症状です。今回のアキレス腱の痛みの中心は、これまでと違ってかかとの付着部がメインです。ところが、なんなら足首丸ごとおかしい状態になりました。水曜日の練習も無理せず回復に努めたんですが、日常生活レベルでも回復したとは言えない状況でした。ハードルドリルは多少痛むものの、かかとを使ってゆっくり大きな動きを意識している間は調子も良かったんですけどね。設置時間が短くなればなるほど痛みが増す状況で、腱反射なんてもってのほか、400メートルのゆっくり走もいつも以上にゆっくり走っても時すでに落とし、ジョブに毛が生えた程度でも我慢できない痛みに耐えられず、一本のみで断念しました。練習を一旦ストップしたんですが、ノブのスパイクを借りて厚底の恩恵をテストしました。ただ、厚底の恩恵云々の前に、アキレス腱が痛すぎて30メートル程度ですぐに断念する次第。スパイクだけでなくシューズも厚底化して、足を保護しながら練習できる状況を作り出すことが最優先なのかもしれませんね。